七倉朝日です。本日も始まりました七倉朝日ひじ変化パート5ですね。で前回モンキータウン4で解消いたしまして、このままねちょっと窓マギ2の二の舞にならないように勝ちで突き進んでいきたいと思います。本日撮影にご協力いただきましたお店様は東京都西多摩郡瑞穂町にありますフェイス1100瑞穂店様です。それでは行ってきます。あ、全然スイッチがオンになってないもうまだお眠のテンション、行きましょう急にテンション上げるの分かんな、いい番号引くぞってはいはい、微妙2回もね番号引いてもうたから、それはまあこんな微妙な番号にもなりますよ。頑張ろう。おはようございます。で192番での入場です。人数的にはもうほぼほぼケツの番号でしたね何が空いてるかって話なんですけど、ありがとうございます。政宗とかもいいなと思うんですけどね、やっぱ行ったことないやつ、今まで打ってないやつがいいなって思ってるんですけどあなたのオッドハーデスとかどうなんだろう。あ、パチンコにも結構流れてるんですね、すごい。サラバン2空いてるよ、サラバン2行こう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 角角角角空いてる。今日はこいつで勝っていきたいと思います。出るかなわかんない。よかった、何もなんかいいやつ取れないかなと思ってたんですけど取れちゃったね。一応、はい、やめ時はボーナス AT 終了後100ゲーム、まあ、天国まで見てやめるみたいな。なるほど。100ゲーム以内でボーナス当選が 20% ってなってるから、そこまで見た方がいいって書いてある。あ、そうなんだ。天井はね77じゃないですか。799なんだ。で、通常 B だと561、天国だと99。でもなんか隣調子いいから、うん、終わったわそんなことない、そんなことないから。お、なんか境地とか。あー、境地だ。だから境地引いたところで別に発展するだけですよね。いや、影響…あー、落ちた。ちなみにこいつ邪魔でした。なぜって。あ、本当ですか。あ、いい鏡がある。あれ、そっちにつけてたっけ。はい、こっちですよ。こういう感じでしたそうだっけ。はい、そうでしたよ。そうでしたよ、全然逆じゃなかった。あ、いやいや、こっちでした。営業会議、絶対おめえさっきいなかったわ。いたよ、いた、いた。こんな画面にキツネになってなかったよ。なってたよね、え、皆さんなってましたね。こっちだったもんね。え、違うかな、ちょっと言わなきゃった。いや、絶対いなかった。いたもん。調べる。ほら、見て、位置一緒。私これ見て合わせたもん。えれえれ、ほんと。ほんとですよ。ほんとだもん。じゃあ邪魔だわ。じゃあ邪魔。じゃあ邪魔だわ。ひどい、ひどいよ。あー、これが来たんじゃない。え、これで当たるの。これめっちゃきついよ。こっち、いやー、京都もろたね、これは多分いけー、突き破れー。
ス194ゲームですね。でね、青でね外れた時めっちゃ悲しいよね。青、あは、赤やったー。これ青は狙いすぎたわ。これ赤7です。これでね、この慢性提示を上げてって、まあ最後完全告知になるんですよね。鏡がね、金扉閉まったらもう AT やと。これで上げていきます。 5%今光ったよ、光ったよ。あ、ごめん、間違えたもん。あ、ごめん、間違えたわ、これ。気持ちいい、金扉。ということで、102枚、AT、いただきラッシュ、いきたいと思います。いただきラッシュ楽しい。おい、戻せ。おい、いいよいいよいいよ。はい、ではエディ、まだ終了かわかんないですけど、この3ゲーム以内にシャッター開ければ戻せることができます。まああんま開かないよね。1回目ダメ、2回目ダメ、ここ3回目で決まりますね。でこれでダメだったとエディ終了です。最後出てきますけど343枚で終了となります。編集してる人はモンキーターフォンを知らないんだなってことが分かった。知らないかって言われたら、いや知りません答え知りません。で、長くなることを嫌ってるから、知ってたとしても切っちゃってる可能性高いはい、コメントの一つ目は答えましたよ私が答えるんじゃないんかよ二つ目、元気な関西弁は好感持てます。プライベートの話など入れてみたらもっと面白くなると思いました。はい、はい、プライベートですか。プライベートか、何が聞きたいんかなって感じですよね。もし何かあればコメントとかで教えていただきたいなと思うんですけど、まあ普段何してるかって言われたら、もう仕事しかしてないから、趣味は最近まあなんだろうね、ゲームかな。私ゲームしかしてないんでね、基本的に家で。最近はですね、キャンプの動画すごい見てて、 YouTube でキャンプすごいしたいなって思ってるんですけど。初めて見ました。関西弁個人的に好きです。はい、元気に打つ姿、はい、好感持てましたよ。はい、これからも頑張ってください。はい先答えましょう。ありがとうございます。これからも頑張ります。関西弁もっと出した方がいいみたいなことよく言われるんで、出していきたいんですけど、やっぱいい印象で答えたいので、ちょっと言葉に気をつけながらもね、関西弁はちょっと慣れていきつつ出したいなと思ってます。ちょ、敬語は抜けないんですよね。でちょっとね、そんなこんなで喋ってると営業会議ボタン出てきたんで押しちゃいます。ステップアップエースですね。当たったのかと思った。まあでも暑いですよ、一応一応暑いです。もう3まで行ったからこれボーナスは行くんじゃないですか、ワンチャン。大食い研究出張です。おお、いいよいいよいいよ。ワンコそばじゃないよ、そんなに。フルスピード、はい、ボーナス確定いたしました。ありがとうございます。はい、赤7ですもうちょっと青7を狙うことはやめましたね。いきましょう、ここ勝てばいい、ここに勝て、いけ、チャンスアップ出ろ。お、出た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 、1個じゃ足りねえぞ、この時は待っていたぞ。青、あ、リプレイで、やったー、いただきまし、しゃー、高設定示唆だ。あー、一応でもまあ2回目で本当だ。いただきラッシュ、ナイス。次はスラッシュ入れたい。あ、リールロックからのやったー嬉しい、スラッシュ入ったー本日初
か。こうスラッシュ中にもね、またスラッシュ降りてくることあるので、そこでまた入れていきたいなと思います。事例が来ましたね。からの、やばいやばいやばい、嬉しすぎる。うわー、これ上乗せしなきゃダメなんで、こういう感じ、10、10、20枚。はい、ということでスラッシュ終わってしまいましたね。プラス80枚上乗せです。ちょっと少ない気もせんでもないな。はい、じゃあまた引き続きスラッシュ目指していきましょう。最後上乗せない、ということでちょっと終わっちゃいましたね。3ゲーム以内にシャッター開けます。あったで無理。はい、うわーダメ、ラスト1。戻したー、ナイス。ちょっと鏡でもう一回行っていいですか。はい、ということでちょっと2回目の引き戻しした AT も終わっちゃいましたね。戻せねえか、もう戻せねえか。2、3。まあちょっと無理でしたね。ということで終わりです。583枚ですね。まあ、600枚近く出ました。十分じゃないでしょうか。倒しやろ、どうせ商談ダメなんですよこれ。あれ、いやいや、1回だけのチャンスよ。当たる今ので、嘘。多分天国かな。82ゲームです。うわ、なんかどんどん見えにくくなってくるな。なかなかですね、一回も青7個来ないな。ここで、まあ、出んかったらもう終わりなんですけど。 GM、 はい、 KGM 行きました。1戦目突破。ここでもう上がったらもう100よ。100見てみたいな。うわ、これ止まった。うわー気持ちいい、金飛びだマジで。4回目の AT 事例、ノルマ止まりましたね。上乗せ1、お、上乗せナイス。20枚ですよ。リール6、2段階いけ、2段階。これは、来たよっしゃー、おい簡単、あー簡単、あースラッシュ入れるの簡単やわ。お、気合よく上乗せ、何枚、30枚、いいよ。お、レアエク、これは上乗せきたでしょ。スイカじゃなくて弁当。はい、マジか、限界突破って何。ここマックスってこと。うわーマックスいった。ちょっと待って、これごめんなさい、 こうやって見せられたらいいんですけど、こうやって、すいません。マックスいきました。いや初めて見た、これめっちゃ嬉しい。マジか、終了いたしました。限界突破いたしまして、総決算プラス10って書いてますね。いきましょう。うわー、お、すげえ、やばい。なにこれ、自分で止めろってこと。うわあれ、これ止まったよ。何これ、やべえ、めっちゃ面白いやん。初めて見た、めっちゃ面白い。何これ、どうなのどうなのどうなの、気になる。10、おお、京都京都、めっちゃ回すんじゃね。
共闘すれば上の、はい、大量上乗せ。いやめー全部フラグ回収してる。どれだけ乗んの大量上乗せ。ごめんなさい、もうなんかなんだろうね、なんかやっぱ大量上乗せっていう概念がちょっともうハードル上がっちゃってるから、もう50枚かみたいななっちゃうよね。いやでも多いよね京都。いや鏡20枚なるほど、どんどん上げていく感じだね、これやっぱ。いけ、とどろき、とどろきじゃダメなんだ。10、アジア地区なんでとどろきなんや。110枚もう一回行くってこと。あ、じゃあ終わっちゃった。で、あの1周目とか1期目ってかなんか書いてあったから、でもどん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 ループするってことですよね。で、もう一回来るかな。これでも、はい、7ぞろいで追加報告発生だから、はい、7ぞろいしないとダメなんじゃない。なるほど、頑張りましょう。あ、終わっちゃった。で、まあプッシュ押すんですけど、1期目総計算152枚で、獲得枚数501枚です。押しましょう。で、あ、戻ると、そういうことですね。いや、残り1枚まで来てしまいました。でも1000枚は突破してます。上乗せしてダメー。いやー来ちゃいましたね。戻したい、頼む、お願い、ボタン。まあ、何もなしで。さあ、どうなるんでしょうか、この後お願い。おお、え、激アツしかないの。全部激アツ、全部激アツやるじゃないですか。え、何が来るんですかね。中チェ、いや普通にただあれじゃないの、当たるだけじゃない。今361ゲームですね、ちなみに。ああ、お弁当だ。激アツ出ました、ありがとうございます。あ、いい音鳴りましたね今。ピコンピコン、お、これ欲しい、これ欲しい、これ欲しい。ダッシュ、ああ、まあ確定ですね、ボーナスでした。まあ、かなやろな。あれ、お、昇格、青ナナス、よっしゃー、青ナナ確定。どうしよう、こういう時に限って見えへん。おい、いいっすね、青ナナです。おー、コパンダマルーレット行きます、ドン。はい、いやいやいや、これはあかんやろ。ということで終わりましたね。また高設定審査の画面では出ました。あー、まあ、せっかくの青菜ですけどね、まあ青菜でも外れますから。当たりました、792、もうほぼ天井、ほぼ天井だから多分天井だねこれ。うー、長い戦いでした。いや、でもあかんやろな、赤いな、知ってた。ということで赤だな、794赤だです。男気 20% ゲット、ラストですね、行きましょう。頼む、お願いします、鏡さん。お願い。うわー、やばい、ラスト、やば、終わったかと思った。ありがとう、泣き出しちゃいました、ギリギリすぎる。
あー、だいぶ時間かかりましたね。天井行きました。いただきまーし、返せ私のメダル。はい、それでは早速なんですけど店内レポートしていきたいと思います。では一番最初はこちらですね、ミリオンゴッド神々の凱旋でございます。なのですごい、もういつもねお客様ついてらっしゃっているんですけど、今日出玉特に目立ってますね。あの別積みが目立ってます。他にもね、上にもめちゃくちゃ積んでらっしゃる方いるので、今日もしかしてゴッドだったのゴッドだったのかな。でちょ番長かなって思ったんですけどね、ずっとついてるんですよ。ちょっとまっすぐ行ってみてもいいですか。はいはいはい、ここも出てる、ここ出てるでしょ、ここ出てるでしょ、ここも4箱出てるよ、すごい。この方もめっちゃ出てるね。はい、続いてバジリスク絆2ですね。あ、こちらのお二方めちゃくちゃ出てますね。綺麗に右上がりのグラフになってますね。あと万代っていう、さすがバジリスク2って感じですね。今日迷ったんですけどね、こちらもありだったのかもしれません。はい、続いてはハナハナですね。でも上にも積んでらっしゃいますし、でこちらも別積みがねあるんですよ。まだまだ出る、もっといきそうですね。でこちらの方も全然2箱持ってらっしゃいます。綺麗に右上がりのグラフですね。ちょっと上もあると思います。さすがですね、いつも調子がいいですね。はい、こちらジャグラーコーナーですね。ジャグラー4です。でね、ジャグラー4がすごいグラフいいんですよ。こちら3箱出てるし、このグラフもめちゃくちゃ途中からの綺麗なグラフですよ。でちゃんとレギュラー先行トントンって感じで、これも2箱出てますね。ジャグラーいいじゃん。はい、20ストロー店内ざーっと見回ってきました。一番最初に紹介しましたミリオンゴッド神々の凱旋ですね。こちら万代でもうとても出玉も出てて、入ってるんじゃないかなと、まあ、打ち手にしかわからないとは思いますが、あと大人気バジリスク絆2ですね。こちらももう朝からずっと万代で、本当今日全体的に盛り上がってますね。さすがまあシルバーウィーク祝日ってところですかね。皆様もぜひ20スロー遊びに来てみてください。はい、では4円パチンココーナーにやってまいりました。もういつも通りなんですけれども、まあ祝日っていうのもあって北斗無双万代ですね。映ってるとは思うんですけど、1万発2万発もちろん出ておりました。まあ遊びやすいんでしょうね、こちらのお店さんで。素晴らしいことだと思います。皆さんもぜひぜひ北斗無双おすすめでございます。はい、実践終了いたしました。本日サラリーマンバージョン2ですね。で結果先に言います。投資が230枚の回収が678枚です。一応プラスなんですけれども、良くもなく悪くもなく最初はすごい調子良かったんですけどね、もう天井までハマって、まあ、負けなければ何でもいいですよね。ちょっとかだしまあ投資5本だからね、可愛いもんですよ本日ご協力いただきましたお店様はフェイス1100ビズホテル様です。ありがとうございます。それではまた次回七倉七変化でお会いいたしましょう。